はい、こんにちは。宝塚にあります中華料理シーファンの松本です。今日はね、お家でも簡単にできるスペアリブの煮込みをします。シンプルなスペアリブの煮込み、紹興酒で煮込みます。どうぞご覧ください。はい、じゃあ分量を測っていきます。お砂糖が 40g です。はい、このね、市販のおろし生姜、チューブのでも結構です。これを 40g。 はい、お醤油が 120cc、 紹興酒が 250cc、 お水が 750cc。はい、スペアリブはね、これはスーパーでもう買ってきた、カットしてるスペアリブですね。これをね、たっぷりのお湯で、しっかり、ボイルしてアクが浮いてきたら、取ります。ね、ふわーっと沸いてきたら OK で、ザルに取り上げます。はい、ザルに取り上げました。はい、測ったタレが沸いてきました。ここで先ほどの湯がいたスペアリブを加えます。白ネギのね、青いところを一つ入れて沸いてきましたので火を弱火にします。はい、そしてキッチンペーパーなどでクッキング、これはね、クッキングシートですね。あと落とし蓋あればそれ使っていただいてもいいんですが、こんな感じで落とし蓋にして軽く40分煮込みます。コトコトですね。はい、いい感じに炊けてきました。ではね、これをね、仕上げていきますよ。はい、ではお鍋にこの煮込んだタレを入れます。はい、沸かしていきますよ。ね、片栗粉でね、少しとろみをつけていきます。はい、沸いてきました。とろっとね、とろみがつきましたよ。はい、ではね、盛り付けしていきます。今日はね、醤油でしたブロッコリーを添えますよ。
ソースをかけます。はい、スペアリブの紹興酒にいかがでしたでしょうか。うまい。この暑い夏にこの紹興酒で煮込んだスペアリブ最高ですよ、もうビール。はい、いかがでしたでしょうか。スペアリブの紹興酒煮込みでした。いろんな中国料理をこれからも配信していきますので、ぜひチャンネル登録していただいて、見ていただけたら嬉しいですよ。ではまた。